はい、こんにちは、豊田です。今回は Google AdSense の禁止事項とポリシー違反開始についてご説明します。まず AdSense のプログラムポリシーなんですが、絶対に覚えておかなきゃいけないのが、 Google はいつでもアカウント停止できますよということです。ちょっと怖い内容なんですけども、万が一ね、アカウントが無効になれば、その後 AdSense を使うことができなくなって、ブログ運営は絶望的になってしまいます。なので AdSense のプログラムポリシーっていうのはきちんと理解してブログ運営していくことが重要です。はい、禁止事項について見ていきましょう。禁止事項をざっくり言うと、子供にも安心して見せられるコンテンツかというところなんですね。誰もが安心して閲覧できるサイト作りっていうのをする必要があります。これなんでかって言ったら、Google の検索エンジンとか Yahoo とかって、私たちは当たり前に使っててね、無料で使ってるから、こうなんか無料の場みたいな感じるんですけども、あくまでも Google とか Yahoo もそうですけど、企業が広告を出す場所なんですよね。ビジネスの場なんです。なのでそういうところでは、まあ、好き勝手 やるわけじゃなくて、きちんと企業からお金をもらってるわけだから、テレビ CM とかと一緒でイメージって重要ですよね。例えばなんかアダルトとか、子供にね、害のあるコンテンツの中に有料企業の広告が出てきたら、すごくイメージ悪いですよね。というところから、誰もが安心して閲覧できるサイトを Google AdSense を使うブログには求められてるわけです。はい、まず禁止事項なんですが、記事以外のところから見ていきます。まずは無効クリックとインプレッションということで、 Google AdSense の広告っていうのは絶対に自分で広告をクリックしちゃいけません。あとは手動で作為的にクリックを増やさない、クリックをね、自動でするプログラムを作ったりとかってこともできるんですけど、そういう誤クリックっていうのはもう確実にバレますんで、絶対に広告っていうのは自分で意図的に押してはいけないということです。それからクリックや表示を促すこともいけません。例えば広告を貼って、この広告クリックしてねとか、こう誘導するっていうのも Google AdSense のプログラムポリシーでは違反とされています。それからトラフィックソースということで、特定のトラフィックソースがあるページに広告は出せない。特定のトラフィックソースっていうのは、結局こうシステム的に広告をクリックできるようになってたりとか、こう大量にメールを送って、その大量にメールを送った人たちにクリックを押させるソースがあるとかね、まあ、そういうシステム、トラフィックソースがあるページには広告を出すことはできません。はい、禁止事項、記事以外のところではまだありますよ。不正なコンテンツを作ってはいけない。例えば嘘のメッセージ、偽りのメッセージ、予期せぬクリックもダメです。誤解を招く動作、広告はユーザーが自分の意思でクリックするものなんですね。だから使ってるユーザーさんが間違ってクリックするように仕向けたりとか、ページをスクロールしたら広告がずっとついてくるようにしたりとか、そういうふうにもうAdSenseの広告をクリックさせることが目的でサイトを作ってはいけないということです。あくまでも目に留まった人が、あ、これ見てみたいなって自分でクリックするようにするのがAdSense広告なんですね。では次は禁止事項の記事の内容です。コンテンツポリシーといって、これはコンテンツポリシーっていうのは記事の内容のことを言います。で、 Google のサイト運営者向けポリシーっていうのと2つあるんですね。で、 Google のまず1つ目が Google のサイト運営者向けポリシーっていうのが、絶対に広告は禁止、出せませんよ。で、これアカウント停止とかも措置しますよってことで、非常に厳しい内容です。もう1つが
Google のサイト運営者、パブリッシャー向け制限事項ということで、ちょっと名前が長くて覚えにくいんだけど、広告配置してもいいけど、広告が出なかったり収益化できない可能性もありますよ。これ2019年の9月に明確に2つに分けられたんですね。それまでは一緒くたで、これはダメですよっていうコンテンツポリシーがあって、アカウントが凍結されたりとか制限されたりっていうのが曖昧だったんですけど、2019年9月には明確にこの Google サイト運営者向けポリシーと Google のサイト運営者とパブリッシャー向け制限事項ってことで2つに分けられました。まあどっちにしても上であれば広告とかアカウント停止になってしまうし、下であっても収益化できないってことで、もうこの2つに該当するコンテンツ作りはしてはいけません。それぞれ見ていきます。サイト運営者向けのポリシーでは、違法なコンテンツ、知的財産権の侵害、絶滅危惧種を使った、これは絶滅危惧種を使った商品販売とかそういうことを言います。危険または抽象的なコンテンツ、なんか人種差別とかね、性差別とか、そう、人権侵害にあたるようなものもはいけません。不正行為を助長する行為やサービス、不適切な表示に関するコンテンツ、悪質なソフトウェアまたは望ましくないソフトウェア、露骨な性的描写を含むコンテンツ、国際結婚の斡旋、家族向けコンテンツに含まれる成人向けのテーマ、児童の性的虐待や小児性愛に関するコンテンツ、小児性愛に関するコンテンツということで、やっぱり子ども向け、子どもが見ても大丈夫なサイトっていうふうに考えると、まあこの辺りは除外されますよね。全体的にもう明らかに見てこれはダメだろうってのは分かるとは思います。次がサイト運営者パブリッシャー向け制限事項です。これは、広告出すことはできるけど広告が表示されなかったり、場合によっては制限されますよってものですね。もちろんこれも書かない方がいいです。コンテンツとしては爆発物に関するコンテンツ、銃や銃の部品と関連部品に関するコンテンツ、タバコに関するコンテンツ、危険ドラッグに関するコンテンツ、アルコールの販売や乱用に関するコンテンツ、オンラインギャンブルに関するコンテンツ、オンラインカジノとかね、処方薬に関するコンテンツ、未承認の医薬品やサプリメントに関するコンテンツ、この辺の細かい内容もブログにはリンクを貼っておきます。それから Google Play Store から削除されたアプリの紹介などですね、まあ、この辺がサイト運営者パブリッシャー向け制限事項になってます。いずれにしても Google のコンテンツというのは子供でも誰でも安心安全に見れるサイト作りっていうのが求められますので、ここで紹介したような違法なコンテンツとか、あと違法にクリックを促すとか、まあ、そういったね小賢しいテクニックを使うとか、まあ、そういったものは絶対にサイト運営ではしてはいけないということですね。はい、ここまでで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。